当社。ポジションは GK。2020年より BBB フェンローの監督を務める。1980年代後半から1990年代前半にエールギビジで活躍したゴールキーパー。1978年から所属した AG では、1985から86シーズンからレギュラーに定着し、1988年に移った FC2 エンテでは、 在籍後シーズンでリーグ1138試合に出場した。現役引退後すぐに、トゥエンテで GK コーチとして働き始め、指導した選手には後に、リバプール FC やレアルベティスで活躍するサンデルベステルフェルトやトゥエンテのレジェンドになるサンデルボスフケルラがいる。1996年に AG へと舞台を移し、ここで GK コーチ、アシスタントコーチ、 暫定監督を経験した。そして2000年に自身初となる監督業をホルトゥナシッターとで始めた。2005年にはエールステリビジのトップオス監督に就任した。在籍2シーズンにおけるリーグ戦成績は11位と17位だった。2016年2月22日、デニス・デメルスの公認としてゴーアヘッドイーグルスの監督に就任した。シーズン途中就任だったが、 見事クラブを l d b ジへと昇格させ、翌2016から17シーズンもゴアヘッドで指揮を取ることになった。しかし、一部の舞台では思うような結果が残せず、常に降格権を漂っていた。2017年3月22日、ライバル PC ズボレットのホームゲームで敗れ、監督キャリアにおいて初となる解任を受けた。2018年1月8日、 RKC バールバイクの監督についた。2019年12月29日、BBB フェンローは来年1月からデコニングが監督に就任すると発表した。BBB フェンローはシーズン初めにロベルト・マース・カントを解任していたので、その後任である。1月に監督に就任すると7試合無敗を貫いてクラブは校長を保ち、広角圏にいたフェンローは、 残留権の13位まで浮上した。これにより、デコニングは来シーズンもフェンローで監督を務めることになった。ありがとうございます。